ミランチの倒そうか。こっちか。自分がメーター切りとかわざとこういう風に残してるのは、別に竹を全部なくしたいとかそういうわけじゃなくて、ここにはないけど、こう竹にこういう苔が生えて
すごい綺麗になる時があるので、それを目的に残しています。あと、まあ、あとはああいう足場にするために長めに残してたりもします。こういう竹も同じですね。わざとこう残して、藻みたいなのをここに生やしてきれいにしたいっていうだけです。夏になったら蚊とかが卵を産んだりして厄介かもしれないんですけど、まあ別にそんなのは気にしてないです。